人に言えない黒い過去。奥様にもあるでしょ。人には絶対に言えない、墓場まで持っていくつもり。だけど誰かに言ってみたい。言ってすっきりしましょう。煽り、説教禁止。2016年9月28日、レス番号796、違う男と同居。旦那がまだ彼氏だった頃、違う男と同居してたこと。同居男とは普通に恋人同士のように暮らしてた。週末に旦那がマンションの下まで迎えに来て、ホテルに泊まって、翌朝同居男の元へ帰る生活だった。たまに同居男が不在の時は、旦那をマンションに招いて一人暮らしアピールしてた。同居男にも恋人がいたし、私も彼氏がいることを普通に話していた。今思えば本当に奇妙な生活してたな。微笑ましい話だよ。ここで黒い話たくさん出てて、それほど黒くないとか、私もあったわとか、微笑ましいってレス珍しくないけど、旦那が同じことしててもそう思えて寛大になれる？私は自分棚上げで無理だな。人事だから、微笑ましいで済む。自らに降りかかって嫌な思いさせられたら恨むし、100倍返しくらいするかもね。そう思うからこそ、誰にも言わないで墓に持ってくってことなんじゃない？旦那もずっと隠して墓に持って行ってくれるなら、私は気にしないわ。それを話してきて、ごめんとか謝られる方がきついし、嫌いになるかもと思う。知らなければなかったのと同じだし。同意。こういうスレに来て、わざわざ微笑ましいだのレスすることにどういう意味が。むしろ、同じことされたらどうよ。っていうイコちゃんレスの方が不要。2016年9月28日。レス番号804、ロゴ。流れ読まずに書きます。十数年前に、とある大企業の製品の企画シールやシートを作ってました。企業指定の社名ロゴがあったけど、うまくパソコンに取り込めず、社名打ち込んで適当にロゴに近づくよう、中央比率変えたりしてた。よく見ると、ロゴと自体が違うけど、シールやシート自体小さなものなのでバレず。今でも私が適当に似せたロゴが使われている製品もある。新卒でパソコンもまともに使ったことなかったのに。若いからすぐできるようになるよね。とやらされた結果なので全く罪悪感もない。クレーム小銭未だに使われてるなら、それだけいい仕事したってことだよ。あなたには、法的責任はないから大丈夫。2016年9月29日。レス番号811、図面データ。若い頃勤めてた会社に大嫌いな同僚男性がいて、その人が作った図面データをいじりまくってから辞めたこと。グループ化してあるものはことごとくグループ解除したりというもので、そのままプリントアウトすれば何も問題はないのだけど、修正しようと操作した時に、あわわわー、となる。図面には削除者の名前も入るので、もし他の人が修正すれば、嫌いな同僚の信用が落ちる。一度あわわわなるだけで、操作をキャンセルするか、アンド機能を使って再グループ化すれば大丈夫。あと絶対に使わない、画面上には表示されないレイヤーで、バーカ、とかいっぱい入力した。パソコン操作に疎い自分からしたら、そういう頭脳戦みたいなの憧れるわ。病院の待合室なのに、バーカ、って笑いこらえるの辛くなった。最終更新日や更新ユーザー名でバレないかな。なんかちゃめっ気のある復讐だね。バーカ、わろた。2016年9月29日。レス番号822、似顔絵。若い頃、企業の内部クラブでアルバイトしてた。クラブといっても大したものではなく、社内食堂が17時以降にアルコールが飲めて食事ができるという程度。普通の居酒屋より格安だし、21時には店じまいだから、安価で飲みたい、長引いて明日に響くのが嫌な、淡泊な社員が通ってきてた。開店前の準備があるから、15時過ぎにバイト入って椅子を並べたり、テーブルにお醤油やソース、割り箸スタンドもセット。たまに、その割り箸にクラブの所長の似顔絵描いて、混ぜ込んで遊んでた。割ると所長の似顔絵も真っ二つ。苦情もなかったみたいだし、誰も気づかなかったのかしら。墓場に持ってくレベルなの？2016年9月30日。レス番号839、仕事の準備。先日までダブルワークしてたんだけど、夕方から数時間の方をやめた。仕事しながら明日の下準備を並行し、明日必要なものを棚に並べたり補充しておくのが習慣だった。もっとも、下準備の方は必ずやらなくてはいけないわけではなくて、できたらやるもの。やらないからと叱られたり迷惑はかからない。出勤して小1時間2時間は忙しさのピークだから、下準備があるとすぐに仕事をさばけるから、はっきり言って自分のための準備。シフトはだいたい2勤して2休、また2勤、たまに3勤、というパターン。1日目にやると、2、3日目が楽。明日は別の人だからやらなくていいやと思うけど、パートが来る前に社員がやることもあるため、あまりにも準備がないのはあれかと、半分は準備してた。怒られるわけじゃないけど、すぐ仕事できた方がいいし。私の休みの日に来る人は2割準備してくれてたらいい方で、大概は何の準備もなし。なんとなくストレス溜まってたんだけど、客の嫌がらせが嫌で、私は急に辞めることにした。最後の日は、知らんがな。
と、普段の仕事と片付けだけやって、下準備は一切やらなかった。仕事がやりやすいように自腹で用意してたファイルやボックス、ビニールやハサミまで一切回収して帰った。すっきり。あとどうなったか知らないし、挨拶にお菓子なんて配らなかった。2016年9月30日、レス番号845、プログラム。前の会社で、社内業務効率化を目的としたプログラム組むことになった。それなりに詳しい先輩がいて、その先輩が、ぜひ私さんにやってもらいたい。と言ってくれて、アドバイスもらいつつど素人ながらに勉強して、試行錯誤して進めていた。本来の業務もあるから、そちら優先で空いた時に進めていた。ある日、その先輩が退職することになった。でも、私が組んでいたプログラムはまだ完成していないし、スケジュール的にも退職日までに完成も難しい。でも先輩は、もう私さんは僕よりもできるから大丈夫。と言ってくれた。そして先輩が退職後、一人で進めることに。しかし、前から軽いいじめや不満などもあり、自主退職を促される流れになった。土下座してまでいたいわけじゃなかったし、先の人生をゆっくり考えるいい機会かな、と思い自主退職を承諾。この時まだプログラムは未完成。できれば退職までに完成したかったけど、周りが早く辞めさせろって流れだったので、予定より早く退職。プログラムはほぼ完成していたけど、一定の条件でエラーが出て、さらに一定の条件で暴走する状態。でも多分、中身知らない人からしたら完成しているように見える。週明けに修正しようと思ってたら、来週から来なくていい。とのこと。ここから先は、社内連絡ツールでの会話などから。そして週明けに、なぜか私を嫌っていたうちの一人が、完成してるから使おう。となったらしく運用開始。テストと最初の何回かは問題なくいけたらしい。でもその後エラーが出るようになり、ついに暴走。止め方は誰もわからない。なんとかしろ。って連絡来たけど無視。外注に出そうとしたけど、作りかけのものをもらっても責任の所在が曖昧になるから、一から作らせてもらうならいいですが、もちろんそれなりの時間と金額が発生します。とのこと。その後、連絡ツール自体削除したからどうなったかは知らない。黒くない上に長いよ、彼裏案件でしょうに。お疲れ様。でも、全然黒い話じゃないよ。あなたは真面目な人なんだね。2016年9月30日。レス番号848。可愛い女の子。ちょい詞も入ってるので、苦手な方はスルースルー。私は倍で、独身の時は可愛い女の子とたくさん遊んでた。男の前だと M 側になり、女の前だと S 側に顔を変えたり。一度エステの仕事をしていた時は、女職場でみんな可愛かったので、パラダイスだった。今は、旦那とはエステとマラクの男臭い職場で出会って、結婚して子供二人いて幸せだけど、たまに、パート先に可愛い子を見ると目がいってしまう。手は出さないけど、絶対言えない。2016年9月30日、レス番号854、匂い。結婚相手を匂いで決めたこと。多分私は何らかの発達障害があって、とにかく潔癖。もうみんなが想像できる絵に描いたような潔癖。だから性行為なんておぞましくて、粘液とか耐えられない。今でも夫以外とは無理。匂いにも敏感で、普段の生活で他人の匂いは我慢してるけど本当生きにくい。夫は体臭がすごくいい香りを放ってて、ずっとこの香りに包まれていたい、と初めて思えた人。なんだか野生的だし、失礼だし、異常だろうから言わない。無臭じゃなくていい香りするの？墓場まで持ってかなくてもいい話じゃないすか？吸い込まれていくようないい香りなんです。首と背中の間からだけ発生している匂いです。夫を選んだのは匂い以外理由はない。顔も性格もスタイルも、仕事も年収も仕草も、何一つ興味はないって、ひどいと思われそうで、夫にも親にも友達にも言えないです。本当の意味で相手の本質だけを見てる、実はとてもいい話のような。相手の体臭がいい匂いって感じるのは、遺伝的に遠い証拠みたいだから、本能的なものなんだろうね。ちなみに今まで出会った人で、旦那さん以外にいい匂いだった人はいた？思春期に父親を臭く感じたり嫌になるのは本能的なもの、とか言うし、逆にいい匂いって感じるのは、ものすごく本能的に合う相手なんじゃない？どんな匂いなんだろう。興味あるわ。ちょっと嗅いでみたい。まとめてレス失礼します。本能的にいい相手なのかは全くわかりません。ただ匂いがいいだけなんです。夫は善良な人なので、夫に対して罪悪感があります。もっと普通の愛され方をされた方が幸せではないかと。今までにいい匂いと感じた人は、母と夫以外いません。母と夫は全く異なる匂いです。意外な反応が返ってきて驚いています。動揺してしまっているのでこれで失礼します。すみません、ありがとう。女性は嗅覚が敏感なんだそうで、普通のことに思えるからだろうね。でも男にはあまり理解は得られないらしいので、夫に言わないのは正解です。でもそんな生きづらい特性持ってて結婚できたって、すごいいい話だと思うな。
ある意味自分にとって運命の人だったわけで。2016年10月1日。レス番号868、超能力。20歳を過ぎても訓練次第で超能力が身につくと思っていて、毎日1時間くらい、机の上に置いたヘアピンに向かって、動けと念じて、時間があれば集中力を身につけるために、アナログの腕時計の、針の動く様を見続けてたこと。アホすぎて誰にも言えない。すれ違いすぎるのも大概にしろ。2016年10月3日、レス番号883、旦那の友人。あんまり黒くはないけど、このスレ見てて思い出した。中学時代にストーカーじみたアプローチしてた同級生男子が、旦那の大学の友人だったこと。事情を知らないであろう旦那の口からたまに名前が出るけど、一生言わないわ。2016年10月4日、レス番号885、梅毒。結婚前に梅毒に感染していたこと。治療済みだけど、健康診断では、以前感染していましたって結果が出る。どこからもらったの？感知しても検査でわかるんだ。なかなか黒いね。抗体残るんだ。知らなかった。再発はしないの？何回か遊んだバーテンから感染。そいつは、本番ありの外国人ストリッパーと生で遊びまくっていたと、後で聞いた。抗体は残るから、以前感染していたと検査でわかる。一度感知したら再発はしない。感知まで2年くらいかかった。根気が必要。でも、きちんと感知してよかったね。昔の人はそれで死んじゃったりしたわけだし。病そのものだけでなく、病気を苦にして自殺もいっぱいあったし。親にこっそり教えてもらったけど、曽祖父が自殺した原因が、実はこれです。ある意味墓場まで持ってく黒い話かな。2016年10月5日、レス番号892、ストーカー行為。ストーカーまがいの行為をしてた。対象は男女問わず。探るのが好きで、自宅へ遊びに行くと引き出しや本棚を漁って、日記や手紙、手帳を盗み見してた。学生時代にアルバイトしてたんだけど、試着室のような作りの着替え場所に棚があって、みんなそこに荷物を置いていたから、着替えに便乗してバッグの中を見まくった。誰と誰が付き合ってるとか、ちょっと恥ずかしい写真を発見したり。今も知り合った人は、片っ端から名前や出身地を入力してググるのが何よりの楽しみ。Facebook やインスタのおかげで出身校や職業、ご主人のステータスやら何やら知ることができてやめられない。病気かも。おばがそういう人だった。子供の時、嫌がっているのに勝手に引き出し開けられて、日記読まれて、秘密知っちゃった、とか言われたりして、今でも思い出すと泣きそうになる。あの頃は、向こうは大人だから仕方ないと思っていた。祖母が生前、そのおばのことをすごく怖がっていた。入院中病室に来て、祖母の持ち物を探り回っていたらしい。探り回るのは仕方ないとしても、こっちが嫌がるのを見ていつに入っていたのが許せなかった。姉と母にその毛があったなぁ。小1の時に隠しておいた、某アイドルへ書いたラブレターを姉に読まれたり、しかもからかわれた。絵を描くのが好きだったけど、人には見せたくないから隠してたのを母が知ってたり、見るのが好きなだけじゃなくて、相手を小馬鹿にしたかったんだろうね。特に姉。そんな自分は、兄の机の鍵付き引き出しを開けて中身を見てたことは、墓場まで持ってくわ。ほんのりアブノーマル系もあったけど、一生お口にチャックします。改めてこうやって考えると、なんつう家族なんだか。892です。SNS に疎い人、Facebook で言ったら名前しか表示されない人、ありがちな名前の人は、なかなか探れないですね。でも、何気ない会話にヒントがあったりするので、そこから掘って意外な発見にたどり着くこともあります。難解なパズルを解く達成感に似た感じですね。あと家政婦は見た的な、こっそり秘密を覗き見してほくそ笑むような。さすがに今は、私物や招かれた先での創作活動はしないです。そして、携帯やスマホを覗き見することにも興味がありません。2016年10月5日、レス番号899、逮捕。知り合いが、2ヶ月くらい会わない間に逮捕されていた。なんか連絡ないなぁ、事故にでもあったのか、と思って名前で検索したら、バッチリ出てきた。逮捕され、罰金払って釈放という記事を見た後、元気？久しぶり。と連絡が来たので、何かあった？と聞いてみたけど、仕事が忙しい。とのことだった。私は警察に14時的な番組が大好きだから、交流中のこととか、どうやって警察が来たのかなど、興味津々なんだけど、隠してるみたいだから聞けなくて悶々としてる。いつか吐かせてやろうと思ってるけど。2016年10月5日、レス番号908、個人情報。友達の記事に頼まれて、旦那の浮気相手の、若い女の素性を調べたことあるわ。Facebook で本人たちは繋がってなかったけど、それぞれの友達を辿っていったら見つけた。友達は相手の下の名前しか知らなかったけど、調べたらフルネームと職場までバッチリ。浮気相手はご丁寧に、不倫旅行の写真まで上げてたわ。同性の友達といった風を装ってたけど、
最終的に弁護士を入れて、うん百万もらったみたい。何が黒いかって、知人に協力してもらって某個人情報を探ったこと。不倫旅行の裏付けにはなったけど、これはさすがに知人が罰せられるので、相手には伝えなかったわ。そのくらい別に、そんなに黒くもないと思うけど。某個人情報で罰せられるとあるから、SNS のアカウントとパスワードを割り出したのかもよ。だとしたら、知人も908も確かに罰せられるし、黒い過去。知人がクレカ会社勤務かと思った。クレカ会社ではないけど、まあそういうこと。個人情報扱ってる会社の人って、結構知人やら元恋人やら芸能人のこと検索してるよね。その情報を元に何かしない限り、バレないけど。ちなみに友達と弁護士で、旦那と浮気相手に不倫旅行のこと問い詰めたら否定した。裏を取ってること伝えてないから、白を切り通せると思ってたらしい。では、〇〇会社に本人立ち会いで、お二人の履歴を紹介してもらいましょう。無実なら身の潔白を証明してください。って言ったら急に土下座したとのこと。こういう人が必ずどこにもいるから、馴染みの店も人も信用しないことにしてる。カード払いにしないで、現金で何も話さないで買うのがいいわ。2016年10月6日。レス番号922、交換条件。こういう話だと、すぐヒゲ認定する人がいるから迷ったけど。19歳の時、どうしてもやりたい可愛い14歳の男子がいたんだけど、なかなか近づけずにいたところ、私の、中学生の時の同級生の、悪グループの一員であることが判明。その同級生男に、男子を紹介してほしい、と頼んだら、リンクを条件にされ、4人としたことがすれたい。中学生男子も良かったけど、リンクも恐怖下で行われたわけじゃなく、完全に合意だったためか、すごく楽しくて良かったのもすれたいです。2016年10月6日、レス番号923、上司。婚約中から上司と不倫してて、妊娠を機にやめたこと。上司は私が結婚すると知ったら急に、好き好き。言ってきて、クールな上司が好きだったから冷めた。旦那のことは嫌い。これも言えない。嫌いな旦那の子を産み育てるのか。2016年10月6日、レス番号935、親友からの相談。ごめん、そんな書き込みの後でためらうが。私の黒い過去は、親友から、妊娠で既婚するかも。と相談された時、おろせ、と言ったこと。彼氏は一回り以上上の人で、話を聞く限り、そして2度くらい会った時には、いい夫いい父になれるとはとても思わなかったし、親友もすごく考え方が幼稚で、メンタルも不安定で割と自己中だったから、そんな状態で母親になれるとは思えない、子供がかわいそうだから今のうちにやめておけ、ということをやんわりだかはっきりとだか親友に言ったし、おろすべき、と考えたことは事実。それから2年余り、子供の父親には、DV やら何やらで元がついた。が、子供はすくすくと元気に育っていて、私も時々会わせてもらえるけど本当に可愛い。親友も、妊娠出産育児の中で、すごい勢いで人間的成長を果たし、以前の不安定さが嘘のよう。いろいろ大変なことはあるみたいだけど、楽しそうに子供のために日々頑張ってて、今が一番綺麗。そんな二人を見ていてこっちも幸せになる一方で、当時の自分の考えを思い出して苦しくなる。一応子供に関わる仕事してるのに、そんなこと言えた自分もやばい。これ見て思い出した。私は三人兄弟の真ん中なんだけど、母が弟を妊娠した時母方の祖母は、おろせば、と言ったらしい。三人も育てるのは大変だしお金もかかる、兄と私で男女揃ったんだから、もう産まなくていいじゃない、とのこと。母は当然産むつもりでいたのに、実の母にそんなことを言われてかなりへこんだって。この話を聞いて以来、祖母が弟を可愛がる姿が気になって仕方なかった。多分生まれてからは心から可愛がってはいたんだろうけど、これを母から聞かされた時に、墓場まで持っていこうと決めたわ。黒い話じゃなくてごめん。2016年10月7日、レス番号952、ストーカー。二十歳くらいの頃にガチストーカーだった。片思いしていた一人暮らし男性の家の合鍵を作って、数ヶ月勝手に住み着いた。友人期間が5年くらいあって、絶対両思いだと思って告ったら断られて、逆上してのこと。表札の裏に鍵を隠してるのを知ってたので、勝手に合鍵を作り、就職したばかりの研修で家を開けてる隙に入り込んだ。家では、彼の服や布団にくるまってゴロゴロしたりテレビ見たりして、普通に過ごしてた。研修から帰ってきた彼の凍りついた顔が忘れられない。話せばわかると思ってくれたらしく警察こそ呼ばれなかったけど、毎日彼の友人や兄弟姉妹が入れ替わり立ち替わり来て、出ていくよう説得されたけど、三角座りで黙り込んで、すすり泣いてやり過ごした。そこから1ヶ月くらいは無言の同居というか、座敷わらしのように居続けてたんだけど、ある日、説得に来た親に連れられて、彼の姪っ子かなんかの JC が来た時、泣いて私に同情してくれて。私さんの気持ちわかるよ。悲しいよね。諦められないよね。って一緒に泣いてくれた。
しばらくその子と抱き合って泣き、さすがに、こんな幼い子に心配されて恥ずかしくなったのもあり、目が覚めて自分の家に帰った。ものすごくすっきりして、つきものが落ちたように彼のことは諦めて、今は他の人と結婚し子持ちになった。普段はドライで感情もあまり出さない冷たいタイプなので、一旦振り切れた自分に収拾がつかなかったわ。2016年10月7日。レス番号953、ハニートラップ。元彼の浮気相手に、イケメン友達にハニートラップ仕掛けさせてホテルに行かせた。ホテルで目隠しプレイさせて、目が塞がったところで私が部屋に侵入。笑いこらえながらセックスにふける女を撮影してたわ。その映像は、その女が結婚して子供ができて幸せになったのを見計らって、その女の旦那に送りつけようと思ってる。2016年10月7日。レス番号968、釣り。私の墓場行きは、SNS のコメ欄にて、悪びれるわけでもなく犯罪報告してた主婦を通報した。サイバーポリスと、その書き込みしてた人のプロフに載ってた件の県警と両方に電話して、ファックスで URL 送った。プロフに載ってた件名は嘘だったらしいけど、書き込みした人の家まで警察行って確認。主婦じゃなく独身の40代おっさんで、書き込み内容自体も嘘。盛大に釣られたとか誰にも言えない。読んでいて思い出したのが、昔仲の良かった友人と、某 SNS 上でも繋がってたんだけど、その友人が知らないうちに離婚しており、その時すでに彼女のアカウントは、ほぼ 100% 元旦那が書き込んだと思われる誹謗中傷で埋め尽くされていた。それまで彼女が載せていた写真や、書き込んだ内容はほぼ全削除されていた。こういうのは他の他人が通報してもいいものか、当時の私には知識もなく、結果的にその友人を見捨ててしまったこと。せめて、968奥様のように、最低限の通報だけでもしておけばよかったのでは、と、今でも悔やんでる。2016年10月7日。レス番号970、旦那の顔。旦那の顔しか好きじゃないこと。でも、顔が超好みだから腹立つことされても許せるし、子供が可愛くてしょうがない。事故とかで顔が崩れたら離婚すると思うくらい、顔しか好きじゃない。老け顔&ギフの顔も好みだから老化は心配ないけど、事故や病気だけはしてほしくない。2016年10月8日、レス番号974、低層関連。小学生の低学年の頃に、ロッコンにハッカの写真撮らせてお金もらってたこと。小学1年の時に、4年生の近所の女の子と仲が良くて、その子に誘われて、全部写真撮らせてくれたら2万円あげる。っていうので撮らせた。当時流行ってたゲームを買った。特に低層関連とかない子だったのもあり、友達に喋っちゃって、そこから親にバレた。もちろん警察沙汰になり、相手は逮捕された。新聞配達をしている若い男で私は知らなかったけど、近所の子供たちの中では有名で、パンツ見えるように体育座りさせた近所の女の子の写真が、嫌というほど出てきたらしい。知り合いはいるか?と確認された時に見た。私は悪いと思ってなかったけど、親とかには、無理やりやらされた、と泣いた。でも、やっぱり未だに悪いことをしたとは思ってない。思ってないのでその後も、こうやら、僕やら愛人やらやりまくった。旦那は、20過ぎてからの低層関連低い行いは知っているけど、母親の影響や老いたちによってそうなってしまったと思っている。でも、実際は根っからのクズだってバレるので言えない。しかし、写真を撮るだけで触りもしない6本だったからよかったけど、下手したら無理やりやられてたりとか、壊されたりとかもあり得たと思うので、運が良かったなぁと。個人的には強要されたと嘘をついたのが黒いわ。2016年10月8日、レス番号980、火事。昔、ワンルームマンションの2フロアを借り切って、受付とプレイ室にしている風俗で働いてた。ある冬の日の夜中、接客中に非常ベル。直後に受付から、今すぐ服着て外へ出ろ。慌ててお客さんに服着させて、二人で外に飛び出した。最上階の部屋を借りてたカップルが、血は喧嘩の末に火事を起こしてガンガン燃えてた。待機中だった女の子と男性スタッフが、荷物と私服を抱えて降りてきてくれて、他の女の子たちと一緒にタクシーに詰め込まれ、系列店に逃げた。その時のお客さんにはその場で男性スタッフが事情説明、全額返金して警察が来る前に帰らせてた。別に違法店舗じゃなかったんだけど、警察が来て事情聴取される前に、という店の配慮だったと思う。火事自体は最上階が燃えただけで、それ以外の階には延焼しなかった。3日後には巣の匂いが充満して水浸し、エレベーターも止まったままのマンションで営業再開、客も来てた。それ以上の詳しいことは店が対応したのでわからない。冬の夜に、ひらひらすけすけのワンピースで焼き出されたことがあるなんて、誰にも言えない。プレイはどこまでやってた時だったの ?980 です。すっぱだかのお客様にローションをぶっかける直前でした。本番はないお店でしたが、いろいろオプションで小道具がありました。今思えば、縛られてたりコスプレしたりしてる時じゃなくてよかったです。
フックカミングアウトはいつ聞いても面白い。お客さんの変な性癖話とかないの？特典なのに上思いのいい店じゃないの。これで最後にします。店の特色によっては、変な性癖の人しか来ない店とかやっぱりあります。メイク道具、衣装一式持ち込みで、メイクしてあげてゆりごっことか。基本的に風俗店は、女の子には優しいと思います。指名が取れない子は、いびられるより前にあっさりとクビになる店も多いと思う。これ以上はスレチなので失礼します。無事でよかったって言ってもらえたのが嬉しかったです。ありがとう。980の店は、商売とはいえ、スタッフ良心的でよかったね。責任者だけトンズラとかありそうだもん。2016年10月8日、レス番号991、妊娠。結婚前、旦那から別れ話をされて、妊娠してると嘘をついたこと。ちょうど仕事のストレスで2ヶ月生理飛んでたから、旦那も信じちゃった。心苦しくなって、流産したって言ったけど、そのまま結婚してくれた。旦那は幸せだって言ってるけど、別れ話をした後の結婚だから、いまいち旦那を信用しきれてない。なんであの時すがりついたんだろうってくらい冷めてしまった。表面上は仲良くやってるし、私がついた嘘も、今の気持ちも知らない旦那を見ると、かなり罪悪感が。嘘をついて結婚したことは、絶対バレないようにしとかなきゃ。2016年10月9日、レス番号992、攻撃能力。オカルト？スピリチュアル話なので、信じられない人はスルー。昔から、憎いと思った人や物を攻撃してしまう能力がある。自分でも半分偶然じゃないかと思ってるけど、タイミング的に自分の能力のせいだとも思ってる。不二家で注文しても忘れられる、冷めた料理が出る、店員も適当な謝り方。すごく腹が立ってイライラしてたら、約1週間後に営業停止。友人に無理やり連れてかれたパチ屋で、別の客から謎のマイルールを押し付けられて怖かったのと、イライラ、次の日に火事で反省。モラハラ上司にイライラ、数週間後に事故で鞭打ち。など、数えきれないほどの偶然が重なっていて、これに気がついてからは人を恨まないように気をつけている。もちろん能力については誰にも言ったことはない。けれど、1ヶ月ほど前に、喧嘩した旦那にすごくイライラしていたら、数日後に旦那が事故で病院に運ばれてしまった。幸い、命に別状もなく精密検査だけで帰宅したけれど、もしも、また家族を傷つけてしまったら、と思うと、夜も眠れず自殺も考えるようになったので、厄落としのために書き込み、ただの偶然にこんなに怯えてるのも頭おかしいと思うので、病院に行こうと思います。パチ屋反省は、肝心の当の相手は別にダメージ被ってなくない？そうだよね、だから気にしなくて大丈夫だよ。こういう人は、私のせいで雨降っちゃってごめんねー、という自称雨女系と同じ。不二家営業停止とかはろ。そういうの人に言わない方がいいよ、バカだと思われるから。よく書き込もうと思ったねー。自スレ？奥様が墓場まで持っていく黒い過去46。梅。梅梅。1000